皆さんこんにちは、名古屋のジェモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この建物えらい綺麗に生まれ変わったな。結構すごかったけど、さあさらに東に向けて走行中。とりあえず大英通りに出ますか。今池スタービル、パッと見変化なし。さあこのまま大英通りへ行きますが、大英おるかイオンもございません。ほらそうだ、絶賛取り壊し中。さあいい匂いがね漂ってくるね、この時間帯。まあ今池にとってのゴールデンタイムはこれからだと言わんばかりに、まさに焼き鳥、焼肉、焼き物の類、いい香りが漂っております。素晴らしいです。食欲をそそります。さあ取り壊し、絶賛取り壊し中の元ダイエー、元イオン今池店。大潮屋やっております。まあだいぶ取り壊し進んだんだろうね。ちょっと様子見てく、今週の取り壊し状況。まあ先般撮影が来たけどね。意外とそんなには変わってないけど、だいぶ取り壊し進んどるな。こんな状態です。悲しいね。映画を極めたであろうダイエーが今はこういう状態です。これも時代の流れだね。うわー、このタワーパーキングもやってねえんだよな。草ぼうぼうで。いやでも今池も夜はどうなんだろうね。お客さんいっぱいなのかな。あんまり夜来ないんでわからないけど。さあ千種区役所はどうなってるでしょうか。ああ着々と取り壊しが進んでるでしょうね。なんかお祭りかな、浴衣を着た人たちが歩いています。いや浴衣も暑いだろうな、体を締め付けとるで。さあ上り坂、東に向けて走行中。ちょうど池下交差点の南側ぐらい、暑いです。いまだに千種区役所見えてまいりました。だいぶ建屋が放されてるね。はい、千種区役所もこんな状況です。だいぶ壊されとるね。こっちはなんか事務所で使われとるな。池下ヒルズ、まあヒルズっていうと聞こえいいけど岡田でね結構大変だよね。今もだから大変です。自転車工具のヘイヘイ入っております。疲れてきた。さあ西日を線に受けながら広小路を東に向けて走行中。高級パン屋さん閉まっとるな。なぜかご当地ラーメン売ってる。ああ暑い。まもなく覚悟山の頂上付近。いや偉い、照り焼きボーイズの前。あ、なんかお祭りやっとるな。あ、めっちゃドンつきやってますよ。今やったら偉いことだ。夏祭り、ドラムの音が偉い響いてます。さあ見えますかね、めっちゃ人来とるな。ドラムの音がすごいわ。何を弾いとるかは知らんけど、わからんけどめっちゃ響いてますよ。一応生でやってますね。めっちゃ人来とるやん、すごいな。見えますかね、めちゃくちゃ人来てる。覚悟山夏祭りすごいね。うわもうぎっしり。危ないなあいつ、横断妨害。手上げて済むもんじゃない。アンコールが響いております。素晴らしいね。さあ今日はとりあえずまっすぐ降りていきます。ああこの信号パターン良くないだろうな。まあしょうがないか。ウサギ、ハムスター、借り方しつけ、動物病院。さあだいぶ日が落ちてまいりました。いやもうピークはね6月終わりぐらいでしたよ。日の出の速さと日の入りの遅さのピークは6月終わり。大体もうだから今確実にどっちもね、日の出が遅くなり、多分ね日の出遅くなりの日の入り早くなり、バンバン進んでますよ。まさにこの季節感とちょっとずれるんだよね。本当はこの頃が一番長いんじゃねえと思うけど、そんなことない。実はそんなことはない。自転車乗ってるとよくわかります。確実にこの取材できる時間帯、時間数、時間が限られてくるからね、切実な問題です、私にとっては。さあ到着、末盛通り2丁目、特段変化はないね。変化はなし。そこなんかね、キングコンかなんか色ついたね、なんか衣料品店なんかありましたよね。それが印象的。あとは何があったかよく覚えとらんない。何百回も通っとるけど、まあ、そんなもんだよね。そう車からねまじまじとなんか見るもんでもないし、全然意識してません。ハイラックストラックよう見るよね、かっこいいよね。でもトライトン、三菱の同じようなタイから持ってきたトライトンもぼちぼち走り出しとるかな。いやハイラックストラック出したら絶対売れると思うんだけどね。ただあれを出すと何が食われるかな。ハリアーとかランクルプラドは結構ハイラックスに食われるよね。まあフォーランナー、いやでも売ってたら欲しいよね。ヘビーデューティー感あって丈夫そうで、なおかつ丈夫そうで、スポーティーな感じ、制服っていいよね。あれ出してくれんかな。出してほしい車、3本指の中入るね。あとは何だろうな、アメリカのシエナもいいけどね、大きなミニバンも。あでも今年ですか、来年エスティマ出るみたいだから、どんなデザインで来るか。エスティマファンも多いからね、やっぱアルファードのファンとまた違ってエスティマファン結構多いから、まあどんな形になるのか。あエスティマそういっとったら走っとった。独特のスタイルだよね、まさに。えらいオリジナリティある。特に初代のエスティマってミッドシップでしたから、初代のミッドシップは友人とか乗っとったんで、一回それでね旅行行きましたけど、スーパーチャージャーじゃなくて普通の自然吸気、みるみるガソリンが減ってくってね、4区だったしもうメーター見とってみるみる下がってくるんだよ、高速道路走ってると。ただね中も広くてね、未来的宇宙的感じがね、インテリアのまあ外装もそうですけど、とても良かったね。あれはね欲しいなと思ったけど、えらい高かったよね。とてもしたいけど買えなかったし、はい、憧れの車でしたね。まあエスティマいいと思うけどね、まあただ人層たくさん乗せる今のところ用事がないのに、でっかいの買うのかって話もあるし、まあちょっとそこは考えちゃうとこですけどね。まあ大は小を兼ねるで、確かにたくさん乗るのはいいことなのかもしれないけどね、大は小を兼ねるはいい、無論いいんですけど、難しいね。こう30分300円だってえらい高いな。さあミスタードーナツの前を通過しながら、サイゼリアの下を抜けながら東に向けて走行中。今回も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございます。1000本以上アップした過去動画もぜひともご覧ください。それから高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。名古屋のジエモンでした。